I was by your side. So where are you now that I need you? Where are you?はい、皆様こんにちは。今日はですね、一重まぶたのメイクだけではなく、目の大きさを極端に変えるという術も教えていきたいと思います。なので早速始めていきましょう。はい、眉毛からやっていくんですが、眉毛はオフカメラでやっておきます。で、眉毛のやり方は他の動画があるので、そちらをチェックしてみてください。で、今日はですね、前の一重まぶたのためのスモーキングアイの動画でも紹介しました、ペンシルでアウトラインを作っていくという方法から始めていきます。こちらのコツは、下のラッシュラインに沿って線をまっすぐ伸ばし、これにすることによって目のリフトアップ効果があります。で、そちら、こっちのクリースはですね、ちょっと押していくだけで骨が見つかると思うので、そこがクリースになります。そして、ここからクリームアイシャドウを使っていきます。僕はレブロンの方を使いますが、何でもいいので、まあ、クリームアイシャドウでも好きなアイシャドウベースでも何でもいいです。後からこの上に濃い茶色と金を乗せていくので、下にベースとして濃い色を乗せてあげることで、後に乗せる色が発色がものすごく良くなります。でこちらはですね、別に指で使ってアイホール全体伸ばしていただいてもいいですし、僕はここはコンシーラーブラシで使ってます。まあ、この時の、まあ、気分によります。ここから目に深みをだんだん与えていきたいと思います。最初はですね、ブレンディングブラシに薄い茶色を取っていただいて、で、クリースに乗せていきます。ブラシを使うコツは、一番濃くなってほしいところからアイシャドウを始めることです。で、僕はですね、最後の3分の1が一番濃いのがいいので、そこに最初から始めて、で、ブレンディングを始めていきます。で、ここはもう普通にクリースに、別にコツなく普通にブレンドしていってください。で、またここ、もっと濃い茶色を取って、また最初の3分の1、そして最後の3分の1、真ん中の3分の1分を残して、濃くして、で、上のクリースからで繋げていきます。で、繋いだ後にもっと丸い形のブレンディングブラシを取って、全体的にこの、ふわっとブレンドしていきます。ここで平らなコンシーラーブラシを取って、このちょっとラメの入った濃い茶色を取ります。で、そこでですね、また、先ほどのクリースカラーと一緒で、最後の3分の1、最初の3分の1を濃くしていきます。真ん中に光を与えることで目の大きさがかなり変わってくるので、その真ん中以外の外側のところを濃くすることによって目の大きさが全然変わってきます。で、最初ここはですね、別に丁寧じゃなくていいです。最初の3分の1と最後の3分の1で、そしてクリースでつなげて、で、その、極端にすごく強い線がありますよね。それをブレンディングブラシで薄い茶色を少しだけブラシに乗せて慎重にブレンドしていって、この風になります。そして中心の明るい色を乗せていきます。で、僕はですね、金を選んでるんですが、それはまあ同系色でなので、まあ、金が一番綺麗かなと思っただけです。でですね、コンシーラーブラシにとってそれをちょっとマックフィックスプラスをですね、を使って濡らしていきます。で、別にフィックスプラスじゃなくても水でも目薬でもいいです。で、そうすることによってアイシャドウがもっと色の発色良くなってメタリックになるので、ものすごくおすすめです。ちょっと濡らすだけで100均とかに売ってるコスメでも高級アイシャドウくらいのこのものすごく発色のいい具合になります。で、こんな感じになります。で、これだけでもかなり目の大きさが違うと思うんですが、ここでさらにもっと強調していきたいと思います。で、一番濃く、先ほど濃くした最初の3分の1と最後の3分の1をちょっと黒だけを取って、もちろん黒を使うときはものすごく慎重にしてください。黒を一度乗せるともう消えないので、やり直しになったりするので慎重にやってください。で、まあその最初の乗せたいところに乗せたら、まあ、ブレンディングブラシを取ってブレンドしていきます。で、ここら辺はですね、本当に慎重にやってください。で、これで、ちょっと目から休憩し、ちょっと取ります。ですね、今日はですね、プライマーなしでいきなりファンデーションでいきます。で、こちらはですね、EX1 のファンデーションを使ってきます。で、こちらはですね、多分、イギリスのメーカーだと思うんですが、まあ、こちらはですね、最近人気になり始めて、で、ウェブサイトで見たんですが、ちょっとアジア人のお肌に馴染むように作られているみたいなことが書いてあったので、多分、私たちには多分、ものすごくいいファンデーションだと思います。で、こちらはですね、ものすごく自然に見えるのに、フルなカバー力があるので、ものすごくおすすめします。で、こちらですね、またいつも通り、目の下や、ハイライトしたいところ、コンシーラーを使っていきます。で、こちらはですね、僕の肌より、まあ、2色ぐらい明るいと思います。で、そこら辺をですね、目の下に乗せていきます。で、もちろん、鼻の横にも乗せていきます。で、黄色のベースのコンシーラーを使うことによって、目の下の青さを、消すことができます。
で、こちらですね、鼻の横の影がなくなったことがわかりますが、そうすることによって鼻の高さがもっと高くなっていきます。で、もちろん片方やったら、もちろん他の全部もバランスよく同じようにしてください。片方だけハイライトってしたら、もうおかしな顔になるんで、まあ、それは当たり前ですね。もう何を言い出してるのかわかんないですけれども。あとはおでこと、眉間の間と、顎と、鼻と、を全部バランスよくしてください。で、コンシーラー使った場合はすぐに粉を使ってセットしてください。で、こちらもですね、またお肌より2、3色明るい色のパウダーを使って、で、コンシーラーをセットしていきます。で、僕のコツはですね、この押していく感じを使っていきます。で、この押すことによって少量だけで、この毛穴にこのパウダーがしっかり入って、コンシーラーも消えない上に、あまり顔がテカらないのでコツです。で、他のところのハイライトしてない、コンシーラー塗ってないファンデーションだけのところは普通の自分のお肌の色と一緒のパウダーを使ってセットしていきます。で、こちらはですね、もちろん粉を使うのでマットになるんですが、もし、もっとツヤ肌のにしたい場合は、パウダーは もちろん飛ばしていただいてもいいですし、最後に、スプレーを使っていただいてもいいです。で、こちらはですね、今度は下のラッシュラインを使っていくんですが、こちらのちょっと平らなブラシを使って薄い茶色を全体的にラッシュライン全体に塗っていきます。で、こちらも上と一緒で最後のサンドイッチと最初のサンドイッチを濃くしたいので、でここの最後のこの V シェイプのこの3分の目尻のところをつなげることによってこの目のバランスが完璧に取れます。で、ここもまた濃い茶色をだんだん足していって、で最後にここ目尻と最初の目の先のところに黒を塗って、で、それをまたブレンドしていきます。で、これでまあ目は大体完成しますね。アイシャドウはこれで倍です。で、これでもう見えの通りに目の大きさがかなり大きくなります。で、ちょっとですね、もうちょっとバランスよくするために、下のラッシュラインにもう一度、同じ濡らした金を乗せていきます。ここで、もうちょっと目の形をしっかりさせたいので、黒を下のラッシュラインに沿って塗っていきます。でですね、顔をちょっと下に引っ張るときにブラシを使うことによって指紋がついたり油がついたりしないので、ブラシを使うことをお勧めします。でですね、ここは軽く最後のところだけにこのウィングを作っていきます。よくは二重まぶたなので、内側にラインを引いても別に見えないので、そこは引きません。ここから軽くまつげをカールしていきます。で、まあ僕のはだいたい5秒くらいするんですが、まあ後でここからつけまを足していくので、まあここら辺はあまり気にしません。で、ハイライトをしたので、ここからシャドウを乗せていきます。で、ここのちょっと小さめのブラシを取って、MAC のスコルトっていうシャドウの取って、で、それでちょっと鼻をシャドウ塗ってちょっと高くしていきます。次にこのちょっと大きめのアングルブラシにして、でそのアングルブラシをですねちょっと横にして、でそれをまた頬の骨に当てながらちょっと線を作って、でそこで軽くブレンドしていただきます。そうすることによって本当に顔の大きさがだいぶ変わってきます。で僕はものすごく顔が丸いので、頬が終わったらそのままおでこに持っていって、おでこの大きさも変えていきます。これでちょっと重ながら顔になるので、ちょっとバランスが良くなりますね。で、チークはこの MAC のピーチェズという桃色のチークを乗せていきます。で、こちらはハイライトですが、この前最近このトラベルサイズというちょっと小さめのボビューランドハイライトを見つけまして、それをファンブラシ使って、チークの上と鼻と、あと唇の上に乗せていきます。で、日本人の動画でですね、あんまり唇の上に乗せる、ハイライトを乗せるって方があんまり見ないんですが、そこを乗せることによって唇の大きさもだいぶ変わってきます。で、マスカラはこちらのロレアルのマスカラを使っていきます。今使ったマスカラの中でこれほど
まつげを伸ばしてくれて、もっとボリューム与えてくれるものは今までなかったので、これは本当におすすめします。で、こちらはですね、ちょっと日本に売ってるかどうかわからないんですが、アメリカにはもちろんどこでも売ってるので、本当におすすめします。で、もちろん安いので。で、唇はこちらのオフラコズメティックスの、唇を塗っていきます。で、こちらですね、色は ドバイっていうんですが、ドバイっていうだけに、砂漠がイメージされているのか、ちょっと、どっちかというとグレーの、ちょっと茶色にグレーを足したような、ちょっと面白い色になってます。それで、つけまをつけて完成です。今日もご視聴ありがとうございました。ではまた次のビデオで。バイバイ。